週刊うわしもうわしも六先生ネットワークミューミューやってきたんですが、はい、皆さん今日はここで何をするんですか。え、何やるの。ゴルフ。そう、なんとこの球場でゴルフだよ。はい、ムネさんも大好きなゴルフ。はいはいはい。なんとムネさん、ここスタジアムにカートがあるんです。乗ってみましょうか。ニュースカラーでほら、ねえ、出発進行。どこに行くの。あっち。うわー、すごい。ゴルフ場で使用する乗り物カートで出発したムネさんと八重アナ。向かったのはムネさんにとって思い出の場所。行きますか。あれ以来だよ、始球式以来だよ。あ、そうか、それ。ここをまたぐのは久しぶりの、ここはフィールドに出る前の通路。今年の開幕戦でムネさんがドキドキしていた思い出の場所なのです。おお、ゴルフボールがありますよ。ここホームですよね。ホームです。え、ホームベースです。あそこお願いします。あ、お願いします。いいね、始球式思い出すね。初めて入りましたね、私ここ。本当に、ね、皆さんここ、1番ホールだ。ティーグラウンドだね。ここから打てる。どこに向かって。あそこです。あっち、あっち。なんとムネさんが訪れたこの日、スタジアムの中にゴルフ場ができていたのです。普段選手たちがプレーをするフィールドの上にシート状のグリーンを4カ所設置。これは今月3日から6日まで行われたスタジアムゴルフというイベント。このコースではスタジアムの座席の中などいろいろなところからティーショットを打つのです。全部で9ホール、日本球界初の試み。すごいね。さあ、宗さん、はい、1番ホール、青い旗のとこだと思います。ちょっとこう長いホールだね。そうですね。キャリーさん、チームプレー。ティフというのはどれでしょうか。これですか。ありがとうございます。ありがとうございます。では、もう早速、滑りですか。じゃあ、打ちます。はい、大きい。打ちます。はい、大きい。気持ちを込めてお願いします。はい、ちょっと待った。誰かと思えばこのゴルフ侍は誰かと思えば。おはようございます。おはようございます。技術勝負してください。すごい侍が来たもんな。胸すごい張ってますよ。よろしくです。お願いします。よろしくお願いします。大きく胸を張って威嚇しながら登場したのは楽天イーグルスのベテラン、銀次選手。岩手県普代村出身、プロ17年目の34歳は今シーズン代打で活躍。83試合に出場して打率2割6分1厘、チャンスに強い巧みなバットさばきでチームの勝利に貢献しました。こういう選手は、ね、必要だね、イングルスにね。銀次さんが駆けつけてくれました。相手にとって不足はない。ムネさんと銀次さん、ゴルフ対決。銀次さんの登場でゴルフ対決が実現。実はこの2人にとって念願の対決なのです。でも一緒に今までゴルフやったことってないんだよね。そうなんですよ。やろうやろうって言ってね。そうですね。実際もう具体的にいついつどこで決まったんだけど。雪降ったさ。そうですね。そう。ダメだったんだ。念願。念願。そうですね。念願。はい、銀次さん今のお気持ちは？ドキドキっす。皆さんめっちゃうまいから。いやマジで。いや。俺そんなにやってないですよ。だいたい一月ね10回ぐらい。どんだけやってるんですか。めちゃめちゃやってる。銀次さんはゴルフいつからスタートしたんですか。あのね、楽天入ってからもう強制的にこうやらされるんですよ。やるとしたらもうオフしかない、この時期しかないんですよ。
銀次さん、はい、ベストスコア教えてください。ベストスコア92です。でも年に何回かでね92って言ったら大したもんですよ。宗さんはベストスコア、どうぞカメラに向かって。68やばいってやばいって。いやいやいや、常にそう出ると思ったらもう大間違いだよ。最近のね、一番直近のスコアはね、プロです。86。92と近いじゃん、ほら近いじゃん。あ、はい、はい、ここ銀次さんは知り尽くしている場所です。ここホームコースは銀次さんのな、だから強いと思います。そうだよ、そういい勝負じゃないですか。俺初めてのコースだもん、ここ風からしたら自慢読めますね。そうでしょ、はい、勝負はスタジアムゴルフで5ホール対決。一体どんな対決となるのか。念願の対決、姉さんに勝ちます。負けてらんねえさ、負けてらんやめよ。宗さんと銀次さん、二人にとって念願だったゴルフ対決。今回は楽天生命パーク宮城の中にできたスタジアムゴルフで5ホール対決。ルールは旗の近くにある丸の中にボールが入ればバーディー、グリーンの中に入ればパー、グリーンの外はボギー。一番旗の近くにボールを打った人が勝ちとなるのです。どちらが最初に打つかじゃんけんで決めてもらいます。はい、お何か見えた。お、最初じゃんけんぽい。勝った。先行後攻どっちがいいですか。先行で。先行で。先行でやっぱり宗さんにプレッシャーを与えるんで。対決は1番ホールからスタート。ここはホームベースの後ろから打ちます。4カ所あるグリーンの中で狙うのは青い旗が立っているグリーン。距離100ヤードのコースです。そこでまずは八谷アナが体験してみました。どうなんだろう。頑張れ。うわあ、あれあれどこ行った。お、転がっていってるよ。一応転がりました。すごいドーって落としましたけど。一応落ちた。気持ちいい。全然方向が違う。方向が違った。風読んでますからね、今。あ、上空は強いね。本当ですか。お、本番強い。お、本番強い。出たか。ちょっと出ました。出た。あ、俺出ちゃうとね、これ難しいんだな。難しい。ボギーボギー。銀次さんのボールはこの位置、グリーンの外なのでボギー。宗さんはグリーンの中に入れればパーとなり勝利。これはチャンス。続いて宗さん、真剣集中力。やんまやんま。どういう、いやいや、どこまで。お、すごい乗ったんじゃないですか。ダメダメダメ。出た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 。2人のボールはどちらもグリーンの外。1番ホールは両者ボギー。ボギー。ということは、この一番ホール引き分け。いい戦いがスタートしました。宗さんどうでしたか、打ってみて。よかったんじゃないですか。ここホームですよね、そこから打てるなんてね。そうですよね。なんか忘れてました今。いや、もうね、野球のこと忘れても、もう本当にゴルフのことしか頭しかなかった。ここホームですよね。銀次さんは、はい、野球のこと何も考えてないです。宗さんに勝つことしか考えてない。すごい。戦いの舞台は2番ホールへ。なんとここは一塁側のベンチの上からティーショットを打つ打ち下ろしのコース。距離は110ヤード。赤い旗が立っているグリーンを狙います。ここも八谷アナが体験します。いけるかな。いきますよ。おお、これいいよ。いい音した、いい音した。ちょっと方向いいんじゃないですか。いい、全然届かないけど、距離が方向すごい。うまい。2番ホールにやってきました。110ヤード。
銀さん、はい、池あるからね。池ありますね。池ぽちゃ。池だよ、あれきっと。銀次さん、狙いどこにしましょう。狙いは、カメラマンさんかな。うん、あ、ちょっと待って、でも風が。風が風がね。こう吹いてる。そうだね。番外寄りに打ちます。いいね、いい狙いだね。はい、それでは、はい、銀次さん、お願いします。お願いします。あ、ちょっと短いな、甘いな。あ、ちょっと短いな、甘いな。こい。ほら。あ、え、あ、めっちゃいいとこ行った、ね、でも今。めっちゃいいとこ行った、ね、でも今。ちょっとでも。ですよね、この線でもめちゃいいとこ行った。本当に？でも当たりちょっと不本意でしょ。そうですね。浅かったもん、当たりが。浅かった。ちょっとなんかメラメラしてますね、宗さん。ほっとした。本当にした。うわ、今でもめっちゃ、うわ、まっすぐ行ったわ。銀次さんの悔しそうな顔。こちらが悔しそうな銀次さんの顔です。銀次さんのボールはグリーンを外したのでボギー。宗さんはグリーンの中に入れれば勝利。これまたチャンスです。ね、では宗さん、はい、ます。難しいんだよこれ。あ、いい、でもいい。あ、よし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 。これ喜んでる。あ、よし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 。どうだろうどうだろう。あ、あ、一緒だよ。グリーンの中に入れれば勝利だったのですが、宗さんのボールはカメラギリギリ左側に落下。せっかくのチャンスを生かせず。問題外。銀次さんもボギー。ボギー。よし、三番ホールだ。早い展開です。行きましょう。2ホール終了時点で2人の勝負は引き分け。しかしこの後、お互いのプライドをかけた戦いが始まる。あ、残念、乗ってないか、あれ。うわー、乗ってる。乗って。あ、どうも。あ、大きすぎだ。あ、これやらったわ。もう少し、止まれ、もう少し止まれ。今 OK でしょ。 ありがとう。うおー、いい人たち。宗さんと銀次さんのゴルフ対決盛り上がってきましたが、その続きはまた来週。ペッペー。